クリストフトビアス・メッツェルダーは、西ドイツ・ノルト・ベスト・ファー練習、ハルテルン出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。レアル・マドリードでプレーするメッツェルダーレギオナルリーガの SC プロイセン・ミュンスターでキャリアをスタート。2000年に、ブンデスリーガ一部のボルジア・ドルトムントに入団。国内でも無名に近い選手だったが、 2000から2001シーズンはいきなり19試合に出場し、若手への切り替えを進めたい、ルディフェラー監督の目に留まり2001年8月15日には代表デビューを果たした。2001から2002シーズンにはベテラン DF、ユルゲンコーラーから完全にポジションを奪い、リーグ制覇と UEFA カップ準優勝に貢献した。2002FIFA ワールドカップに向けた代表メンバーにも選ばれ、 スリーバックの左で全試合出場すると安定したパフォーマンスを見せ、下馬票の低かったドイツを準優勝に導く原動力の一人となった。2002から2003シーズンも活躍を見せ順調なキャリアを築いていたが、2003から2004シーズンは前、シーズン終盤におったアキレス腱の怪我の影響で1試合も出場できず、翌2004から2005シーズンも初出場が12月と、 度重なる怪我に悩まされ、代表からも遠ざかった。2005から2006シーズンからは復調し、3年ぶりの20試合以上、出場となる23試合に出場した。そして2005年10月12日の中国との親善試合で、念願の代表復帰を果たす。若いディフェンスラインを組むユルゲン・クリンスマンのチームにおいても、その経験は、 貴調とみなされ、2006FIFA ワールドカップのメンバーにも選出。前回の W 杯同様に活躍を見せ、またも下馬評の高くなかった母国を3位に導いた。2007年夏に満了する契約延長交渉が合意に至らず、シーズン終了後にボルシアドルトムンとを対談することが決定。2007から08シーズンからレアルマドリードでプレーすることになった。 しかしレアルでは、負傷が続き、3シーズンでわずか23試合のリリーグ戦に出場するにとどまった。2010年7月、ユース時代を過ごした、シャルケ04へ3年契約で移籍した。2013年5月16日に、現役引退を表明。現役引退後は、広告代理店の経営やサッカー解説者として、活躍。 また地元クラブのトゥース・ハルテルンの会長系に言うマイナス19、チームの監督を兼任するなど、精力的に活動していた。しかし2019年9月、知人女性に未成年の児童ポルノ写真を送信した、容疑で検察による捜査が行われていると報じられ、トゥース・ハルテルン会長職の辞任を容疑なくされた。ありがとうございます。